かかったらバチンギョーン。破けてる。はい、おはようございます。おはようございます。福井の源達瀬に行ってまいります。船ですね、新海丸さんにお邪魔しております。源達瀬でジギングじゃなくて深瀬です。完全深瀬、完全なる深瀬です。藤田船長です。今日お世話になります。はい、51本狙い。こんな感じで今日もよろしくお願いします。到着です。深瀬の基本を、深瀬の基本を美味しそうなやつね、美味しそうなやつを抱き合わせ販売、抱き合わせ販売。この糸を離さない。この糸を離さない。離さない。うん、離さない。こう持ってくるやろ。はいはいはい。あ、浮き浮きここにあるやろ。はい、はい。あの浮きと巻きが、はい、磯釣りと一緒。はいはいはい。あの浮きと巻きが一緒だから。でも、はい、一緒に。大化して。このボールの中に写真がないとダメ。なるほど。だから、はい、コースだろ。はい。そうだ。あの浮き。あの人とこの写真をこう一緒に、ここで15メーターほど出してしまうけど、今日の潮やったら、はい、で15メーターやったら止めてやる。で今これがシューッと張ってくれるの、糸、はいはいはい、糸張ってくれるの、はい、そしたらここを止めたらダメ、もうちょっと重いな、これ限界です、限界用の。でピューッと張っていって、ピューッと糸が張るまではダメね。そしたらこれ送りに出ればいい、こうやって潮早い時はこれを3度にしてやるんやって、一回挟む、挟む、挟む、で巻きを後からバタ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 って入れてやって、あ、だからだんだんだんで、そうそうそう、どれかで食うような感じの、うん、ちょっと遅れてもこう合っていくような感じの、はいはいはい、こう浮き見ててバーッと餌巻いてシューッと行きました、ギューッと糸出してここでたるみ作ってやって、で自然にこう行くようにしてやって、である程度行くとずっと浮きも馴染んで、でほら今がどん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 巻いてくやろ、うん、それがどんどんキューッと張ってくるわ、張ってきたらもうそこからキュッキュッとコロッコロッと出てから、うん、ちょっとたるみができたぐらいがちょうどいいかな、うん、かかったら、かかったらバチンギューンってバチンギューン。今日今この塩やったら初め100で回収してどうなるか一回見るわ、餌取りがどこにいるかをずっと調べてんかんと、100で餌取られてるのに120m、 その20m が無駄になるんやて、100で取られてんやったら次80で上げてみるとか、何て言うんですか、だってバックラするでしょ、ほんでだからその前にパーン止めたら見てなかった、だから台場のあれやと勝手にカチャーンってロックかかってくる、あ、そうか、シーボングか、シーボング、うん、であんまり餌取り多かったら今度浮きで浮かしてやる、もっと上上って、あ、その下に落とさない、そう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 、巻く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 、まあ、ちょっと小さいな。コマさ。おっとっとっと、こっち向いた。はい。はい。どう。お、抜けた。お、抜けた。何やってんだよ。さあ、持たなきゃ。中馬さん、ちょっと待って、バスター、バスター、ウェーイ、すげえ、網破けてる、網破けてる、網破けてる、
何やってんだよ、15マス。ぶっついってるわ。ベータ15マス。絶対。だから3本ってやらないからだよ。本日一発目。一発目。やったね、平正です。まだ物足りないね。もうちょっと行きましょうか。70くらいあるかな。 あるね、うん、これが完全吹かせ。完全に吹かせた。まだかな、景色が。なかなか、あ、来た名人の、デカグレ片付いたよ。なんかこれです。ナイスグレー。ちょっといい。おいおい、あいつだけまたまさかよ。やべえ。変わって変わって変わって。いいやついいやつ。巻いてんぞ、巻いてんぞ、巻いてんぞ。負けてない、負けてない。負けてない。緩めたらよ。ガンガン上がってきますよ。ほんでもなかなか行くぞ、あれ。ウィンウィン言うてるもん。浮きまで前行くの。はい。ちゅうか、でもでかいぞ、でかいぜ、でかいぜ。なんかグイグイ行ってるけど。グイグイ行ってるよ。ちょっとサイズアップ。はいはい。いいよ、隠れもいいっすか。普通やな。よし、ダブルゲット。よし。マサ&マサ。なんか磯の魚につく虫らしいっすよ。これがついてるってことはやっぱり根に張りついてるっていう。はい、マサー。白巻きしてる。当たり分からんし。あれ当たり分からんし。あれ完全に飲み込んでるわ。グレってた。グレってた。すごっ。漁師や。一応漁師です。おそろの T シャツ。ペアルック。ペアルック。わあ、くた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 。だけどこれはマサじゃないのかな。あー、グレですわ。グレ。これはグレですわ。ほら、急でするとあんな引くのに。あれ、なんか魚ついてる。グレてます。磯の深瀬とは全然違いますか。やること一緒やけど、ね、あ、操作がちょっと慣れない。あ、またグリいるんけ。うざお客さん。一発目からでかいのバーンと食うときと小さいのと入れ替わってでかいのが次出てくるときとあるんやって。昨日なんかしててもさ、初めちっちゃいのついて、あとからでかいのポンと買うときあるやろ。キャ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 。あ、これでかいよ、これは。ゲンランロー、ゲンランロー。いや、ちっちゃいわ。
青いのは青いと思うよ。おう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 。ヒロマさんってやっぱ下から下から食うよね。ヒロマちゃんですよ。グレッツついてくれちゃう。よいしょ。あっあ、じゃねえ。それは俺じゃない。俺は何もしてない。ひらまた、ナチュラルリリース。ナチュラルリリース。おお。いやー。グレですよ。性格はね、グレかな。早っ。早っ。ジュンって言ってたけど。グレですね。もう一回言ったらいいんじゃないですか。へい。もういないんじゃね。パーンと走ってんだろ。いるんけ。電源が。メーター50じゃねえ今の。電源落ちるって。おっ。での。でか。おっ、来た来た来た。ブレや、ブレや。グレス。お、ちょいちょいブルーやん。青い青い青い。意外とブリは混じらんのですね、うん、いや、ブリになるとちょっとかなっちまえ。まだ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 サイズアップお願いします。来た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 わ。あーあー大きめのメーター50。おっしゃったはい、平間さん。うん。はい、ちょっと、ちょっと、ちょっと。平間さんの呼吸分かってね。うん。二つ、深海丸の呼吸合わせて。うん。これやったら。イワシじゃねえ。これ、ムロアジやわ。ムロアジ、ムロムロ。ムロ。ムロ。それ、そのまま泳がせようぜ。これ、チビムロやわ。すげえ。得やん、得。得意さ、ガチ得意さや。絶対バズる。チビムロいるんやん。これは初め見たけど、ゲンタツでムロ。これめっちゃいい餌やん、こんなん。いい餌やん。これ何やん。おい、わからん。何が、何や。何来る。何来る。そんなもん、根まで行くわけねえ。踊り足で行くわけねえ、そんなもん。昔、味釣ってきてわ。味だけ、味だけで泳がしてんよ。おぉ、おぉ。結構結構じゃない？ない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 。ない。違うけど、私の近くで俺の来た。巻いてる？うん。これ、あ、これ。ムロ。ムロ足。おおおおおお。お？どういて表？どういう？おおおお。足はめっちゃ太い。どうなってるこれ。無理かもな。だって、あんなとこ減ってくもん。山さんのとこ減ってかないよ。でもなんか、うん、マサっぽいっていうより、なんかズン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 って感じ。重たいみたいな。で、ゲートなんか、エロエロしてるよ。え？キレ出てるよ。何が出てくる？まだ、マサじゃない。でやけど。でやけど、マサさん。おぶてーし。おぉ。振ってろ。振ってよ。振ってよ。まだ。マッサーでしょ。おぉ、落ちてるぞ。何匹釣ってもこれや。おい。ひろしグレー。
腹が取ってる、地味に。おぉ、食ってろ。ブリエでけぇなぁ。おぉ、ちょ。うまずらよ。もうあった。どんだけで食った？113。あ、抜けた。あ、抜けたわ。あー、ないおー、これメーター広げるぞ。どこまで行った？115。おー、抜けた。何してるか。何してんだから。どこで来た？また外れたよ。なんで？下上？これはぶっ飛んでるな。ぶっ飛んでるらしい。飛んでるって。だから刺さりどころ悪いんじゃねえかな。うん。いるぞ。いるぜいるぜ。もうテンション上がってきたもん俺。ここに来て。ここに来てテンションガチ上がり。おー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 おお。あれちょっと最高あるね。来てや。来てや。まだまだ。なんで今になって煽ってくるの。最後だから。ちょうどよし。行かないのかい。最後は行かないのかい。何メーター？130。行かないのかい。もう行かないのかい君は。ヒロシーバ何メーター？もう二人ともいいとこやん。おいおい。来ないのかい。走らないのかい。最後は来ないのかい。何でした。いつ止めればいいっすか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。群れ一群れ伝達で初めての深瀬釣り、今回初めてだったんですけど、はい、どうでしょう。バッチリバッチリ。初めてでしたバッチリ。初めてでしたバッチリ。だんだん20を何本か逃がしてましたけど。あーいや、山本さん10本明けまでは熱くなるとちょっと落ちるだろうみたいです。で、今回は、レンタルのロットでやったんですけど、まあ、レンタルもありますし、レンタルロットでこんな釣果が出ますので、ぜひ原達瀬遊びに来てください。何月まででしたっけ。期間は8月の15日までまで、はい。だけど暑くなっちゃうとちょっと釣果が落ち出すかもしれないので、できるだけ早めの方がいいかもしれないということです。原達瀬で深瀬釣りありがとうございました。ありがとうございました。深瀬丸さんでした。ありがとうございます。深瀬さんありがとうございます。